金馬。金馬、金馬は、以上はすべて本校で説明する。金馬の名称は以下に記述するように用法に多少、混乱があり、注意を要する。日本においては、金馬とは、貧乏寺と、石灰と金馬の葉を噛む習慣を考慮して、そのすべてをまとめて、金馬と呼ぶことが多い、思考品としての金馬。日本語における、金馬の語は、大語における、金。 食べる、マーク、ビンドージビンド貧ジビロ郎氏を食べる、の意という語の名りである。ビンド乏ジとは、ビ貧乏、微郎、ヤシカアレカカテキュービンド乏ジとの区別で、ビンド貧乏樹、微ジュとも言うの実のことを言う。マークという言葉の本来の意味は、身であったが、タイにおいては、アユタヤ王朝時代から、紀線問わず広く服用され日常性が高かったために、身を食べるという略語的用法がそのまま、 キマを用いいいるという意味になっていってた。一方で、日本においては、室町時代に伝来し、本草学の研究や漆器などで知られるようになり、本草学では、金馬、漆器では、金馬や金馬と表記された。後に、日本では、金馬の言葉自体が、もともとの、み、あるいは、貧乏寺を食べるという本来の意味から外れ、貧乏寺と一緒に口に入れる葉の名前として、借用されることになった。 植物としての金馬。また後に記述するように、金馬はタイで広く愛好されたが、タンズボや金馬の道具入れなどの用具が発達し、上流階級では漆を塗ったりして、凝ったものを作るようになっていった。これは、江戸時代の日本にも輸出され、金馬種という名で茶人の香入れとして愛用された金馬の文化。金馬、金馬、学名、パイパービトルは、 古生家古生族の鶴生の常緑多年層で、ハート型のツヤのある葉をつけ、高さ1メートルほど。白い花をつけるが目立たない。薬効のあるのは葉である。本来の分布地はマレーシアであるが、インド、インドネシア、スリランカでも自生している。金馬の葉は、精油を含み、有効成分の多くはアリルベンゼン加工物である。主な成分はチャビベトール。 メテルフェノール3ヒドロキシマイナス4メトキシアリルベンゼンとされるがチャビコールチャビコール P アリルフェノール4アリルフェノールエストラゴールエストラゴール P アリルアニソール4メトキシアリルベンゼンオイゲノールアリルグアヤコール4ヒドロキシマイナス3メトキシアリルベンゼン2メトキシマイナス4アリルフェノールメチルオイゲノールオイゲノールメチルエーテル34 ジメトキシアリルベンゼン、ヒドルキシカテコール、に、四ジヒドルキシアリルベンゼンも含まれる。また、キンマの精油には、テルペン類が含まれている。内訳は、モノテルペン2種、ピーシメント、テルピネンターパニーン、モノテルペノイド2種、シネオールトカルバクロールカーバクロール、セスキテルペン2種、カディネンキャダニーンと、カリオフィレンテリアファリーン。ン薬、巨薬など、 様々な方法で薬用される。アーユルベーダでは、美薬とされた。マレーシアでは、頭痛、関節炎、関節の痛みを和らげるのに用いる。タイと中国では、手痛に用いる。インドネシアでは、金魔を煎じて殺菌剤とする。その他、金魔を煎じたものは、消化不良、便秘、鼻詰まりを治したり、母乳の分泌を助けるのに用いられる。インドでは、虫下しにも用いる。 味は非常に渋い。ビンロージを薄く切って乾燥させたものと金馬の葉に水で溶いた石灰を塗り、これを口に含み噛む。この時、好みにより他の香りのある木を細かく砕いたものや、非常に稀であるが、タバコの葉を混ぜることもある。噛んでいる間は渋みが広がり、大量に口中に溜まる唾は、ビはロージの赤い色に変わる。 飲み込まず頻繁に唾を吐き出すことでそれを処理する。貧乏時には依存性があり、何回も用いると次第に手放しがたくなる。また、使用することでアルコールによったような興奮を催す。石灰を含んでいるため赤くなった唾液と共に歯にこびりつき、歯が褐色に変色する。また、常習によって顎に変形をきたす。最近では金魔神を行うことにより、 口腔癌が発生しやすくなることも報告されているが、これらの副作用は主に金馬よりも貧乏人によるものである。金馬は西洋文化が流れ込んでくる以前は、帰戦、年齢問わず広く用いられた。台湾では金馬の常習で顎が変形した戦士時代の人骨が出土しており、その嗜好品としての歴史は極めて古い。子供でも物心がつくと用いることがあったほどであった。 背景には、熱帯性気候の中での重労働による労苦を癒す目的があったと考えられる。このようなほどの普及は金磨入れや炭壺の発展を生み出した。特に、タイでは、沈金の影響を受けて、竹で編んだ籠に漆を何回も塗り、彫刻で模様を施した後に、彩質を塗ったものの表面を削って滑らかにした、金磨入れ、金シュが作られた。 16世紀からは産地が移行し、ミャンマーで盛んに作られるようになる。日本へは室町時代中期、15世紀頃に伝来し、茶人を中心に香入れとして愛用された。日本には嗜好品として風習は伝わらなかった。江戸時代に入ると、高松藩の玉貯蔵国が精緻な漆工芸品を製作して名を残した。蔵国が完成させた金は、 香川出芸として、現代に継承されている。このように高度に工芸品として発達した金馬入れは、特に東南アジアでは、社会的地位を示す重要なもので、結納品としても重要な品の一つとなった。また各地には、金馬にまつわる言い回しも大きく残っている。このように豊かな文化を生み出した金窓であるが、半面で歯が褐色に変わるため、また、 西洋の文化の伝来とともに、癌でたしなんでいる時に赤い唾液を吐き出すことから、不潔な習慣ともみなされ、東南アジアや南アジアでも若者の世代を中心に捨てれていった。また、高校癌の発生する確率が高くなるという現実も、金馬離れを促進した。現在でも金馬の愛好者は、減少傾向にある。南アジア、インド、パキスタンなどでは、 キンマの葉に、貧乏寺、香辛料、果物、砂糖、タバコなどを包んだものを、パーン、パーンと呼び、噛んで、清涼感を楽しむ習慣がある。キンマと貧乏寺は、インド人、特にヒンドゥー教徒の伝統文化と密接に、関わっており、司祭への謝礼はしばしばキンマの葉に包まれる。インドでは、ビハール州パトナの近くで産するマガディ、マガディタメ。 名称は古代インドのマガダ国に由来するの金馬を最高級品とする。タイにおいても金馬、マークは大きな位置を占めており、西洋要以前には金馬を包む作法が上流階級の女性の教養の一つとされていた。ピブーンソン・クラーム首相時代に、ラッタに読む愛国信条により、文化的でないとして生産の中止が呼びかけられ、 新たな愛好者の出現が大きく妨げられた。その後、世代交代と共に徐々に、金馬愛好者は減っていき、現在では、農村部の老人などに見ることができるのみである。しかし、汎用区などには現在でも、その影響を見て取ることができる。以下はその例である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。